ピエロの笑顔。僕が確か7歳の頃、実際に体験したことがある。僕はクラスでもずば抜けて頭が良かったから、勉強さえこなしていれば、僕のママはとても優しかったんだ。毎日学校で勉強して、放課後になると友達やいとこたちと道路で夜遅くまで遊んだんだ。毎日が楽しい日々だった。一つのことを除いては。僕がいとこたちと夜遅くまで外で遊んで帰るとすぐに夜食の時間がやってくる。この時刻になると僕はいつも心臓発作を起こしそうになっていた。ママが作ってくれた美味しいスパゲッティを口に頬張りながら、この楽しい夕食の時間が永遠に続いてくれたらどんなにいいだろうと僕は思った。シャワーを浴びていつものように寝る支度をしていた僕。ママがおやすみなさいと言って部屋の電気を消しに来てくれた。おやすみなさい、ママ。行かないで。僕は心の中で叫んだ。ママが部屋のドアを閉めて出て行った。ガッチャ。その次の瞬間、いつもの奴らが部屋の中に入ってきた。俗に言うサーカスの幽霊だった。ゆっくりスピードであいつらは部屋に入ってきて、僕に話しかけた。やあ、一緒に遊ぼうよ。と、ピエロが聞いてきた。僕は勇気を振り絞って、首を横に振ってみた。すると、タイガーやら、お猿のモンチッチが、僕の顔をめがけてかかじってきた。ガオー、ウキー、助けて、ママ。僕は思い切り叫んだ。不気味なマスクをしたピエロ団。毎晩現れては、僕を悪夢の世界へと引っ張っていく。目が覚めると朝だった。シリアルを食べて学校に行く支度をした。スクールバスに乗ると、僕はいつもの奴らとたわいもないおしゃべりにふけていた。授業が終わると、急いで仲良しのいとこたちの家に駆けつけた。僕はあいつらと毎日庭でバスケットの試合をして遊ぶのが日課だった。外がだいぶ暗くなってきた頃、パパとママがお迎えに来てくれた。僕は嬉しさのあまり、急いで車に飛び乗った。パパ、ママ、お腹すいたよ。今日のディナーは何？するとママが答えた。今日は昨日の残り物のスパゲッティだよ。カクン。僕は絶望感に浸ってしまった。また残り物か。僕たちはおしゃべりをしながら車でお家に向かっていった。するとその途中、いつものサーカス団が超高速で追いかけてきた。僕は興奮のあまり、パパやママに今現実に起きていることを話した。パパ、ママ、
見てよ、見てよ。ほら、ピエロたちが走って追っかけてくるよ。トラも超高速で走って追っかけてきてるよ。僕たち食べられちゃうよ。でもママは言った。まった、夢でも見ているんじゃないのかしら、この子は。ママが言った。僕は諦めたくなかったが、パパたちは政治の話に夢中になっていた。お家に到着すると、早速残り物のスパゲッティを食べた。そして、いつものように寝る支度をしてベッドに入った。ママが部屋の電気を消して出て行った途端、またサーカス軍団が現れた。今度はさっき追いかけてきたトラが僕のベッドのそばで寒そうに寝ていた。あまりにも大きなトラだったけど、よく見たら犬みたいで可愛かった。その時はあまり恐怖は感じず、そのまま寝てしまった。次の日朝になって、ベッドから飛び降りた。昨日のトラはもう消えていた。その代わり、今度はママが叫んでいた。なんだか、ニュースを見ながらパニックになっていたよ。僕ちゃん、大変だよ。とママは叫んでいた。動物園からトラが脱走したってよ。とママは言った。大変なことになっていた。まさか、ニュースで言っている脱走したトラって、昨日僕が見たあのトラ？僕はトラがどこにいるのか分かっていた。きっと僕の部屋だと僕は思った。急いで部屋に行ってみるとトラはベッドの下に隠れていたよ。僕もママもパニック状態になっていたけど、トラが襲ってくることはなかった。その後すぐ、ママが警察を呼び、トラは確保され、動物園に戻された。あのことがあってから、ピエロやトラが僕の周りに現れることはなかった。でも僕は、どうしてもあのトラに会いたくなって、ママにダダをこねてみた。ママ、僕トラに会いに行きたいんだ。動物園に連れてって。するとママはすんなりオッケーしてくれた。休みの日に僕たち家族は動物園に遊びに行った。久しぶりの家族のお出かけだ。ライオン、キリン、パンダ、動物たちがたくさんいた。トラがいる場所に来ると僕は緊張していた。もしあの時のトラが襲ってきたらどうしよう。僕は心配でたまらなかった。トラは寝ていた。僕たちが来ると目覚めてじーっとこっちを見ていた。何か訴えているような顔をしていた。次のゾウさん行こうか？とママが聞いてきた。僕たちが歩き去ろうとしていたその時、トラのそばでピエロが、おいでおいで、と手招きをしていた。僕は
あの時のピエロの笑顔が怖くて、今でも夜は電気をつけたまま寝ている。おしまい。